を感じますよね。そうです。可愛くなった。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。UG ドリフトライフのたけしです。今日はですね、ここハンプトンダウンズからお送りしてますけども、今日ね、ドリフトアカデミーの総合会なんですが、まあ見てくださいこれ。BMW の M4 があって、フェラーリの458があって、R8 があって、ポルシェの GT3 があって、白のね、白のランボルギーニ。あっちもね、GT3 にマクラーレンにね、とんでもないね、車両たちが超集まってるといった感じになりますけどね。まあ、そんな中、今日紹介してみたいのは、この後ろに映ってる ZX100 ですね。なんとこの車ですね、もともと DAIGO さんが日本で使ってたマシン。こちらがダンさんですよ。You're imports from Japan, right? Yeah. DAIGO's one. The T88 only had a power band from 4.5 to 6,000 RPM. Suits DAIGO but not me. Nice. New turbocharger, 4.1, 6 foot many. Twin wastegate. How much the boost? 21 PSI. Yeah. Wow. Around 650 at the wheel. Still on pump fuel. Oh, still pump fuel. That's cool. Haltech. Haltech ECU. But you need to change the roll cage for the one in here. I won't compete in that. Ah, okay. Not this one. You know, this is a heritage car. Yeah, you know what I mean? Yeah. From gear to ZZ. しかもこういうね、ものも全部新しいものに交換されてます。今日セキそれ。すごい。すごいね。すごい。いや、めっちゃすごいわ。これサイトロールケージ入ってますけどね。しかも小口さんのウィングこれもついてます。ドアもね、BN スポーツ製のファイバーグラスドア、これを使われてましたね。で、この細かいところ一つ一つ全部スポットウェルド、スポット溶接されてるんですね。いかにもこう DAIGO さんらしいスタイルとなってます。で、すでに、ね、ターボチャージャーとかはちょっと違うものに変えてありますね。なんでかっていうと、やっぱりすごくラギーというか、上だけしかなかった、あの T88 がついててすごくラギーだったから、もうちょっと下から回るターボチャージャーに交換したということです。でも本当この横物ステッカーとかね、こうアートワーク、あと船津さん、あと紅葉ラジエーター、このステッカーがなんかこう歴史を感じますよね。東京ドリフト2010年形で書かれてます。いやー、これはかっこいいな。フロントに入ってるのが、275-3518 の日東の NT05 ですね。リアも NT05 の275-3518。これね、2周でなくなるとか言ってちょっと異常ですよね。やばい。おお、でもこうやって見るとジョイントロールバーでこの組んであるのがすごく歴史を感じさせますね。リアドアは、ファイバーグラス。ここからもうトレッドがちょっと見えちゃってますけどね。なるほど。前後の扉両方ともファイバーグラス製でしたね。ファイバーグラス製、当時の車両としてはすごいもんがありましたよね。こうやってクロスバーにして止めちゃうっていうのがね。うん。そして油圧サイドブレーキが取り付けられています。おお。でね、今回はね、うちのインカーカメラなんかも取り付けさせてもらってます。またこの東京ドリフトお台場のね、ステッカーがいいですよね。
ます No skid? Yeah, those tires are completely slick. True, true. Yeah, that's right. タイヤが完全になくなってます。いやでもね、ほんとこのマシンとんでもないですよ。まずね、白煙がやばい、白煙やばい。ああ、まあね、ほんとこんな感じでですね、これからもね、ニュージーランド在住のドリフターところを生かして、なんか面白い動画いろいろアップしていきたいと思います。なのでね、もしよろしければいいね、評価とあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。